こんにちは、リップス自由が丘の小畑瑞希です。本日は前カットのやり方のポイントについて説明していきたいと思います。結構印象が変わるので大事な部分なので、ぜひ見てみてください。まずは長さから整えていきます。眉毛密集していて毛の濃いところがあると思うんですが、そちらを中心に長さを整えて薄さを調節していきます。眉毛の生えてる方向によっては切りづらかったりするんですが、コームで根元を起こすようにして立ち上げてあげてから切ってあげると切りやすいので、ぜひ試してみてください。眉尻に関してはもともと薄い部分なので、毛先の長さを調節するイメージで、あまり切りすぎてしまうとそちら穴開いてしまうので、そちら注意しながら切っていきます。あとは全体的に微調節をしていって、いろんな角度から見た時にひょろっと長い毛が出ていたりしたら、そちら切ってあげるなどすると全体的に清潔感が出るかなと思います。次にシェーバーを使って形を整えていきます。指とシェーバーをまっすぐに眉毛に当ててあげると、穴を開けずにまっすぐなラインが作れるかなと思います。次に眉毛の下を剃る際なのですが、縦に細かく当ててしまうと、眉毛の下の方穴開いてしまう原因になるので、こちらも横にしながら、刃を当てていきます。細かい部分に関してはシェーバーの先端を使って一本一本切り落としていくイメージで大丈夫だと思います。整えながらその都度眉毛の形を、全体的に見てあげて、いらないところを切り落としてください。形を作るポイントとしては、小鼻と黒目の外側と眉山が一直線になるように、眉尻に関しては口角と目尻が一直線になるように形をイメージしてあげると綺麗な形になってくれると思います。このモデルさんは眉尻がそこまでもともと長くなかったので、長さは変えずに形を調節している感じになります。で、細かいところを調節しながら次に眉毛のラインを作っていくんですけど、またコームの登場ですね。コームで引っかき出してあげて、出てきたところをシェーバーでまっすぐラインを作って切っている形になるんですけど、これハサミでやっていただいても、大丈夫です。男性の眉毛を整える際には毛が結構太めなので、一本一本、いらないところを取ってあげることが重要になってくると思います。全体的に微調節しながら形を整えていって完成です。いかがでしたでしょうか。眉毛の形には人それぞれあるので、眉毛ペンシルやパウダーを使うのも効果的かなと思いますので、ぜひ試してみてください。説明は以上で終わります。いかがでしたでしょうか。眉毛は手っ取り早く印象を変えられる場所なので、ぜひお試しください。ご視聴ありがとうございました。